大きな課題に挑戦していかなきゃならないわけでございます。実は遠藤先生と共に参りましたが、遠藤先生も我々の PTA の会社さんで一緒にやっているわけでございますが、実は今までやってた会議は公立学校の施設、小中学校中心、琴学校を含めてでございますけど、耐震化を促進する議員の会議室がございました。これは公立学校という名前でずっとやってきたんです。で、その成果あってほとんど 90% 台まで来た。しかし一方ではやっぱりこれは子どもの安心安全のために耐震化やるんですから、これ公立学校だけで子どもの命に公立も私立もないじゃないかと、当然だということで、この公立学校という言葉を今日は外してですね、私立も含めてやるということになったわけでございます。しかしお聞きすると、さすがに幼稚園で日曜でございまして、進化は頑張っておられます、苦労されて頑張ってきたが、あと一押しのところをしっかり応援したい。今日は村山副会長、確かここがございますから、会長はここにいらっしゃいますが、副会長お見えになってお話しいただきました。また前資格から正規慶応義塾塾長以下ですね、幹部もな中高からお見えになるとお聞きをして、私学もしっかり応援しようという話もしてきたところでございます。その点ちょっと遅れてきたわけでございますが、そういうことも含めながら、幼児教育と無償化勝手頑張っていかなきゃなりません。これはもともとお考えのように、自民党は最初からそういうことを言ってきた。残念ながら政権交代によってですね、高等学校は先に行った、そのことは悪いとは思いませんけども、しかしちょっと順番が違うんじゃないかという思いを我々は持っておるわけでございます。ただそのために義務教育もついでに下げろという話も党の方からもございます。しかしこれは幼稚園から外していくことは決して我々はないと思っておりますし、またそういうことではなくてですね、考え方は整理をしておかなきゃならないと思っておるところでございます。このところは大臣もご理解いただいておるものだと思いますし、また子ども子育て新制度がいよいよ動くということではございますが、これも前政権の下で進められたことでございまして、これもですね、幼児教育のあり方も含めて見直しをやる必要があるんじゃないかと思うんです。進めることは進めなきゃいかんが、根幹が間違ってないかということはやっぱきちっと見ていかなきゃいかんとこう思っておりまして、我々はかつての人が今のやったのよ、民主党のようにとにかく民主党がやったことを全部否定すればうまくいくなんて、そんな決心のことは考えておりません。いいことはいい、やるべきことはやるが、しかし我々の基本的な考え方はちょっと守っていかなきゃいけないと、こういう思いで臨んでございます。そしてもう一言は、私はさっきご紹介いただいたように自由民主党の選挙対策委員長でございます。これまで前日曜は政権が我々から去った時でもですね、大変な思いを抱いていただいて、我々の復帰を願って頑張っていただいた団体でもございます。そういう意味も含めて、ここは今一度皆さんの力を結集していただいて、大臣がルールお求めになりましたように、皆さんからご推薦をいただいている橋本聖子先生を立派に通していただいて、必ず参議院においてもねじれを直す、このことが一番でございます。これからいろんな教育制度問題等を話し合う等についてもですね、参議院がねじれてそこで否決されてまた戻るということじゃ政治は進みません。そのことはもう3年間で我々もうこりごりだという皆さん、そういう思いだと思います。この際はこの日本を取り戻す、この国難を救うために政権を安定させることが一番だと、こう思って、私も今日まで、頑張ってきたところでございますが、いよいよその総仕上げが、参議院、この前の衆議院選挙、おかげさまで自公で3分の2をいただいたけど、私は決してこれで勝ったとは思っておりません。参議院で勝ってこそその道が開けると、こう思っております。安倍総理も晩年に6年前一度総理を経験されて、参議院選挙で負けたという苦い思い、トラウマ、何としても払拭したい、それで勝って初めてですね、これからのアベノミクスをはじめ教育再生も進むんだという強い思いでございます。今閣僚の方は失言しないように気をつけると、こういうことでございますから、私も麻生総理の下で官房長官やった関係もあって、麻生総理のものが言いやすいものでありますから、麻生総理にはですね、あなたは総理だったものは総理でしっかりと与えてるんだから、しっかり手綱を締めてくださいよと、もし安倍総理があまり前でそうなったらしっかり引き戻してくださいって言いながら
自分の前出るんじゃないかと。そんなことの悩みをいただいて、参議院選挙に勝って、そして日本を取り戻す政治をしっかり前に進めていく、我々全力をかけていきたいと思います。しかし、やっぱり そのことをいろいろ考えてみても、日本の国のこれからを考えたときに、幼児教育から始まるこの教育制度をきちっと体制を整えてですね、それは世界を見据えた、また日本人としての誇りを持った、日本人の心を持った子どもたちをしっかり作っていくことが、日本のこれからにつながる、我々の責任は重い、ということで、お互いに力を携えて頑張ってまいりたいと思います。どうぞ、香川会長をもとにですね、幼児教育無償化に向けて、大いなる力を発揮していただいて、全国民運動に盛り上げていただきますようお願い申し上げます。ありがとうございます。